みなさんこんにちは、しょりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回は私が今までに読んできた中での少女漫画トップ5を今回は紹介していきたいと思います。全部恋愛？少女、それ全部恋愛です。全部恋愛ですね。全部恋愛です。はい。で、私多分あの好みが偏ってるかもしれないんですけど、そこはご了承ください。確かにちょっとね、変わってるかもしれないですね。ちょっと変わってるかもしれない。はい。けど大好きなんです、本当にもう好きでたまらない作品たちばっかなので、はい、たくさん紹介していきたらなと思います。はい。私5巻持ってなく、あの5位の漫画持ってなくて、レンタルで読んで面白かったなって感じなんですけど、いいですかね。はい。じゃあ表紙でもちょっと貼り付けて。そうですね、貼り付けときます。じゃあまず第5位は愛したがりのメゾンっていう少女漫画なんですけども、これはですね、あるヒロ、どうしよう、どこまで言っていいんだろう。これ、あるヒロインが高校受験のさ紙あるじゃん、うん、受験番号、そうそう、あ、はいはいはい、あれがなくしちゃって、うん、それをね届けてくれたっていうか拾ってくれた相手に一目惚れをしました。でどうしてもこの学校に入るぞっていうね。でその拾ってくれた男の子がその学校の近くにある寮にね通うってことになって聞いたんですよ、それを。でそれをきっかけに女の子もその寮に入って、そのなんていうの、寮生活を一緒にしていくっていう話なんですけど、これはね、あのね、予想外の展開が多すぎて面白いです。へえ。はい、ということで続いてね、第4位からは実物があります。第4位は前も動画でちょっと買ったところを多分動画であると思うんですけど、このね、二人で恋をする理由です。ね、噛んだ、ごめん。二人で恋をする理由っていう漫画なんですけども、ちょっとね、あらすじをまたさっきの漫画同様喋らせていただきますね。聞きたくないよって方は飛ばしてください。まあでもこれはね、実物があるんで読みたいと思います。安藤うららは電車の中で自分を助けてくれた男性が同じ学校の生徒、他には愛知だったことを知り、運命の恋ではないかと思うように。でその安藤うららがヒロインなんですけど、この人がね先輩のね、ね、他には愛知さんです。愛知先輩ですね。仲良くなろうと試みるが、なぜかクラスメイドの男子みそのじゅんから妨害が、ということで、みそのじゅんくんです。じゅんくんですね。ここのね、だから3人でその物語が進められていくような作品でございますけど、うんね、これもね、そうそう、最初に言った通り電車の中でね痴漢に遭ってたんですよ、このヒロインが。それをね助けてくれて、まさかの同じ学校だったっていう感じで運命を感じちゃってね、どんどん恋にね、ストーリーが進むんですけども、面白いです。これは絵柄も可愛いし、ストーリーも本当に面白くて、全あのね現在8巻まであるんですけど、まだまだ連載中なので、はい、読むなら今のうちです。ぜひ読んでみてください。はい、ということで第3位の漫画をね続いて紹介していきます。第3位はこれね、知らない人もいいんじゃないかなと思うんですけど、こちらの疑似ハーレムっていう漫画でございます。これはね、あの演劇部のお話なんですけど、この女の子が演技がとても得意で、好きな先輩の前ではついキャラを演じてしまうっていうね、もどかしさ満載の漫画なんですけど、あーもう面白い、本当に面白すぎて、もう
今すぐ読んでもらいたい作品ですね。これはあのどっちかというとギャグ線多めかなって思わせといてからのキュンキュンくる感じが本当にもうドストライクでした。続いてはあのアニメから知ったお話なんですけど、これもマジで面白いです。最近よく言ってるな、こちらです。乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまったてんてんてんということで、この作品も私が大好きなハメフラですね、作品なん、この大好きな作品なんですけども、これも本当にうん題名とほぼもう本当に同じように、あ、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまったんですよ。このものがカタリナ・クライスって言うんですけど、そのだから悪役令嬢だからいつかね破滅する時がやってきてしまうんですよね。でそれに気づいたのが5歳の時で、それに備えて準備かつそのどんどん破滅フラグを回避していきながら攻略対象とのねその攻略していくみたいな、でどういう感じになるのかみたいな、そういうお話ですね。現在7巻まで発売しておりまして、これは小説が元になってるので小説の方が圧倒的に進んでるんですけど、はい、アニメもね2期までやっておりますのでぜひぜひ見てみてください。はい、ということで第1位を発表させていただきたいと思います。私のね、まあ今までの人の中で一番かなって作品の作品はこちらです。赤髪の石田ゆき姫っていう作品でございますが、私この作品結構前から好きで LINE ライブとかでもよく赤髪の石田ゆき姫好きだよって言ってるんですけど、うん、多分皆さんなら多分知ってると思うんですよ、私がこの作品好きなの。ごめんなさい、これが1位になります。すいません、これが好きすぎてたまりません。でこのこれはもうほんとファンタジーのお話ですね、このタイトルからして。あ、ファンタジーがちょっとまだ苦手だよって方は、お母さんとかファンタジー好きじゃないんですけど、私ファンタジー好きですごい好きなんですけど、ファンタジーまだちょっと苦手だよって人はこういうね、こういう高校生活、高校のねこっちをおすすめします。こちら辺、あとボーイのこっちをおすすめするんですけど、ファンタジーも全然いけるよって方はちょっと読んでいただきたい、ぜひぜひ読んでいただきたい。でこれはあらすじがね難しいんだよね、ちょっと読みますね。生まれつき赤いリンゴのような美しい髪の白雪、その珍しい髪色を悪名高いラジオ時に気に入られ、困った白雪は国を出ることに。隣国の森で出会い力を貸してくれた少年ゼンとは一体みたいな、これじゃまだよくわかんないよね、このあらすじだけじゃ、うん、この作品一巻からちょっとねどんどんねあのね展開が展開でどんどんダダダって展開が、ファンタジーなんだけど、はい、キュンキュンするんですか、恋愛っていうことは。キュンキュンでわけかではないね。します、するんだ、ファンタジーだけどキュンキュンできるのね、はい、できます。やっぱ恋愛っていうとさ、なんかこうキュンキュンするもなんか漫画ってイメージだけど、うん、それファンタジーだし、うん、キュンキュンしないのかなと思うけどするのね、ちゃんと。そうですか、ちゃうんですよ、ね、これがあのね、このねヒロインの白雪が、あのさっき出てきた前頭一体っていう前科出てきたんですけど、前頭両前にね惹かれてくんですよ、どの主人公の白雪が。でどんどんこういう感じになってってみたいな、どんどんねキュンキュンさせていただくんですけど、でねこの一方的に白雪に好意を寄せてる者がいまして、その方がこちらでございます。本当にもうね、もうでもこの方はもう前様も大好きなんで、
ずっとね、優しい目で見、なんか見守ってる感じですね。大好きです。この作品本当に好きです。ということでね、はい、まだね、読んでないよって方は、ぜひ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 読んでください。本当に面白いです。はい。ね、そうそう、めちゃめちゃ面白いので、ぜひ読んでみてください。でね、まだまだおすすめの少女漫画いっぱいあるので、またね、機会があればそちらも紹介できたらなと思います。でね、あと皆さんがおすすめの少女漫画もぜひ教えていただけたらなと思うので、ぜひぜひ TikTok とかね、こういうコメント欄で教えてください。お願いします。ということで、それではバイバーイ。以上、少女漫画、私が今まで読んできた中で、もう、少女漫画ベスト5でした。